2024年ってね、大変な一年になりそうな感じはいかがでしょうか。皆さん、エハンテラビでございます。今年こそ大変革の一年となりましょう。もうお分かりでしょう、多分繊細な皆さん、もう混沌の中のカオスの中のむちゃくちゃさ、どう考えても一個人としてはこれはまあピボットの年だね。ピボット、急展開ができる人間にならなければ、多分どうかな、いかがでしょうか。だから私の魂の学校を作ることになっております。人間の魂の存在に対してありとあらゆる角度からアプローチして、哲学的な角度、科学的な角度、ね、そして、まあ、現代社会的な AI 技術からの角度も含めてですね、今の私たちのさなぎ状態の地球を見ていきますとですね、間もなくなるでしょうという感じはしませんでしょうか。だから物質主義的な生き方の終了に近づいていくのではないでしょうか。そう思いますよ。私は結構長い間にこのような意識の進化論を唱えてきた人間としては、今年こそ自分自身の本当の本質的な自分の存在というものは魂という言葉でまとめていけばいかがでしょうか。ね、魂、ソウル、それどころかソバレン、ソウル、独立個人の魂の持ち主ですよ、あなたは。だからそういった魂を教育すれば、養成すれば、拡大すれば、コンタクトすれば、もっと深いレベルで毎日そのレベルから生きていけばいかがでしょうか。 You are a soul、 あなたは魂そのものですね。ですので今年1年間どうか私と共に毎週会って、毎週みんなに私は今までの習ってきたこと、経験したことを共有しながら魂の準備をするようにしたいと思っておりますので、いかがでしょうか。